一難去ってまた一難。ビッグモーターの不正発覚により、中古車販売会社を中心に不正に関する各方面からの調査がより一層厳しくなる中、第二のビッグモーターが誕生しそうだ。東海地方や沖縄県を中心に店舗展開をしているグッドスピードに対し、取引先保険会社から過去の保険契約に関して調査協力を求められていることが判明した。現在倒産まっしぐらと言われているビッグモーターも、同じく保険金水増しの疑いから始まり、数々の不正や会社の悪質極まりない内情が露呈していった。グッドスピードとは一体どのような会社なのか、保険金水増し請求の真偽とは、今回はビッグモーターに続くことになるかもしれない中古車販売会社グッドスピードについて解説していく。愛知県名古屋に本社を置く中古車販売会社グッドスピード。東海地方や沖縄県を中心に全国で49店舗を展開している。展開地域に偏りがあるため、社名を聞いたことがない人もいるかもしれないが、地方では比較的大きな中古車販売会社だ。グッドスピードは2002年8月に愛知県春日井市で創業、2003年2月に名古屋市守山区で有限会社グッドスピードを設立した。2015年3月にはレンタカー事業も開始、2019年4月には東証マザーズに上場したばかりだ。さらに2021年3月、ハーレー・ダビッドソン・ベスパの正規ディーラーである株式会社チャンピオンを子会社化していた。2020年時点での業界ランキングでは売上337億円で6位につけているが、5位の中古バイクを扱うレッドバロンの694億円には2倍ほど差をつけられている。 SUV スポーツ用多目的車の販売に強みを持つ中古車の買取を行っており、人気の高い SUV の中古車をメインに手掛けるグッドスピードには市場環境に良い風が吹いているとも言われていた。東証グロース市場に上場しており、2022年の連結売上高は561億円。事業形態はビッグモーターとほぼ同様、中古車販売のほか自動車の修理や整備、保険代理店業務も営んでいる。しかしグッドスピードはビッグモーターの飛び火を最初に受けることとなってしまったようだ。ビッグモーターの騒動が未だにくすぶっている中、同社は8月23日に過去の自動車保険の保険金請求をめぐり、損害保険会社から調査協力を求められていると発表した。取引損保各社の調査過程で過去の請求で疑義のある案件が見つかったようだ。説明するまでもないが、中古車業界では大手のビッグモーターで不正請求が発覚している。今回のグッドスピードに対する疑惑が出たことにより、保険水増し請求問題が拡大する可能性が出てきた。取引先保険会社は損保大手のあいおい日生、同和損害保険、損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険、海上日動火災保険の4社だ。関係者によると、保険会社4社が実施した社内調査で、グッドスピードの保険金請求で修理代金を過剰に請求するなどした疑いのある案件が複数見つかった。損保各社は金融庁に任意で報告。一部の損害保険会社は事故車両の修理において同社の紹介を停止しているという。グッドスピードは調査協力を求められ対応していることは事実で、詳細については調査中とのコメントを出した。担当者は取材に、社内調査が終わって損保会社にきちんと報告し、その後対外的に報告できる内容は公表していきたいと述べた。ビッグモーターは当初、水増し請求疑惑が出た際、従業員による記入ミスであったなど無理な言い訳をしていた。しかし結局不正が明らかになり、一度虚偽報告したという態度がさらなる不信感を生み、最悪の結果を生んだ。グッドスピードも水増し請求について事務ミスといった過失によるものだと弁明している模様だ。故意なのか、また保険契約獲得の見返りに修理費の査定を甘くしてもらうといった損保との癒着があったのかどうかという調査検証はまさにこれから進めることになる。現在のところ取材等には正式な回答を避けているようだ。これまでにも指摘されてきたように、中古車業界自体が信頼を失い始めている。首都圏の中規模中古車販売会社の首脳は、
中古車販売はもともとお客様からの信頼度が非常に低い世界でした。平成前期までは事故車や水没車をそうと告げずに販売する事業者も珍しくありませんでしたから、信用されなかったのも当然でした。業界の質を高めるため、査定の標準化、走行履歴の明示など、信用していただくための努力を積み重ねてきた。万全にはまだほど遠いですが、成果も出てきていた。それがこの一件で台無しになったような気がしています、とビッグモーター騒動に関してその心境を語っていた。業界一部の人たちの努力も虚しく、今回新たにグッドスピードの不正疑惑が出てしまった。これによりさらに業界への風当たりは強くなるだろう。さらにコロナ禍の終焉とともに上海ロックダウンによる部品供給の問題も解決され、半導体不足が解消され始めたことや、大きな買い手であるロシアに対する輸出規制の強化などから、中古車相場はこれから徐々に下がり始めることが予想されているという。そもそもビッグモーターによる不正が発覚した時から、同業者においても水増し請求が顕在化するのは時間の問題と見られていた。ビッグモーターの不正疑惑に対して送り込まれた調査委員会の報告書にも、板金業界ではこれまでにも保険金請求にあたって過剰な修理や実際に施行した工数以上の請求といったことは業者の規模にかかわらず常態的に行われてきたとあった。実際に2022年末から2023年6月にかけて、トヨタ自動車系列の販売会社ネッツトヨタ茨城とトヨタカローラ静岡で、板金塗装作業の内容を偽って保険金を水増し請求したとして謝罪文を公表する事態が起きている。さらに言えば、系列販売会社による不正は板金だけではない。車検整備においても2021年にトヨタ系列の15社16店舗で速度計の検査を省略するなどといった不正があったことが判明している。2022年にはホンダ系列でも不正車検が発覚し、東京都内の一部店舗が自動車整備事業の指定を国土交通省から取り消されている。車検や板金における個別の不正行為はもはや枚挙に暇がない状況にあるわけだ。不正をすれば儲かる、加えて密室での作業、条件は揃っており、もともと誘惑の多い業種なのだ。しかしこれまでにも指摘が行われていたにもかかわらず是正されなかったところを見ると、業界内の人間は少なからずこれらの不正により潤っていたのかもしれない。この風通しの悪さが不正する体制を肥大化させてしまったのだ。ビッグモーターの不正問題が世間からの注目を集めた一番大きなきっかけとなったのは、損保会社との癒着問題だろう。ビッグモーターに直接関わらずとも、被保険者に対する保険料の過払い金が発生している可能性が出てきたからだ。保険料計算の目安となる参考純率を決める損害保険料率算出機構は、不適切な請求が判明したケースについては保険会社にそれらの報告を求め、参考純率の算定に反映するという方針を示している。グッドスピードに関しても同様、今後明らかにされるであろう不正の規模によっては同様に保険料の吊り上げが起きている可能性もある。不正請求の規模はビッグモーターで年間数億円とみられ、保険料への影響は平均で数十円程度ではないかとの見方がある。そのため大手損保各社では保険料への影響は限定的と見越していたものの、完成車メーカーの系列会社をはじめとして今後不正請求が相次いで発覚するようなことになれば、その影響はもはや無視できなくなる。ビッグモーターの不正問題をきっかけにして、今まで見て見ぬふりをしてきた自動車修理をめぐる問題が表面化してしまった今、騒動に群がるようにして国会議員たちも大きな関心を示している。かつて公正取引委員会からカルテルの疑いで注意を受けた修理単価についても、不正請求の背景にあるのではと問題視する声が政府・与党内で急速に強まっている。ビッグモーター炎上の炎は収拾がつかないほど広がり始めているのだ。これまでにグッドスピードを利用したことのある人たちは、事故車は販売しないということを謳い文句にしておきながら事故車を購入させられました。私の知識が乏しかったこともいけなかったのですが、事故車は販売していないと言っている会社だったので信用してたのが失敗でした。
グーネットを見ていていい車があったので、現車確認し購入しようと思い来店しました。まずグーネットでの総支払い額で購入できるかと聞くと、そこから10万円上乗せして金額を提示してきました。さらに見積もりを出す際に頼んでもいないオプションをつけて45万円ほど値段を上げてきました。いらないオプションをすべて外して見積もりを出すように伝えましたが、何度も何度も交渉をしてくる営業担当には呆れてしまいました。店員の接客が適当です。どんな状態の車でもいいですよね、綺麗ですよね、お得ですよの一点張り。下取り価格も他社の見積もりの話を後出しするだけで30万が55万に一瞬で上がりました。見積もりも高利益のオプションをつけてきますが、ろくな説明もありません。車に詳しくなかったり推しに弱い場合は、相手の知識やキャラクター次第で骨までしゃぶり尽くす営業スタイル。絶対に当日即決しちゃダメです。納車当日に空気圧点検のインジケータランプ点灯、店舗に対応確認するも、納車直後に何かを踏んでパンクしたのではと店の責任ではなく対応できないとの回答。カー用品店でタイヤ点検してもらったところ、納車以前に処置していたパンク修理箇所からエア漏れしていることが判明。つまり納車前からパンクしていた。そのことを伝えるも、店に責任はない、対応できないとの回答。皆さんも納車前にはしっかり車両の状態を確認し、十分にお気をつけください。利用者による口コミもなんだか既視感が否めない。ネット上にも多くのコメントがあるように、この業界どこも同じというのが真理なのかもしれない。車のプロでありカウンセラーである立場を利用して知識の乏しい客をカモにするのも立ちが悪い。10月1日から実施される価格表示に関する規定の改正により被害は減るのだろうか。今後グッドスピードの保険不正水増し請求が認められれば、中古車業界並びに損保会社各社もいよいよ信用を失うこととなるだろう。果たして不正は認められるのだろうか。続報が待たれる。